管理職ユニオン関西中村です。もうこの間何回か見せていただいている藤井さん、聡さんが選挙のことで、こういうところは登用するな、まあ逆に言えばこういうところは登用した方がええでという話をされてます。まあちらっと見たところですけど、実際に会って判断したらすぐ分かるやろうと、まあいうことをおっしゃってますけども。まあ、なかなか国会議員いうのは選挙の時ぐらいしかこう登場しないんで、なかなか日常的にですね、話するとかいう機会は、まあいろんなそういう人も積極的にやる人もいますけど、稀ですね。まあ、そういう意味でなかなか直接話をして議論をして人物評価するいうのはなかなか難しいというふうに私はもう思います。で、あと、まあ、政策がどうかというのも判断基準やというふうにおっしゃってます。で、あとは、まあ、当たり前のことを政策としてきちっと言う人、まあ、それはそれなりに信用できるんじゃないかというようなことをおっしゃってました。で、あと、なんかこういうのは選ぶなよという言い方でおっしゃってたのは、緊縮財政派。いわゆる税金を取り立てて、その範囲でやれと。いうのはもう限られた範囲やし、今税収極端に言ったら減ってるとしたら、それをどういうかやって分取り合戦で言ったらもうええやら、もうある程度大口固定があるわけやからほぼ回らない。だからそれは景気とか、要するに今困った人にね、出すようにはならんやろうというふうに思いますんで、いわゆる国債発行派ですね、1万円をどんどん印刷せと、そういう意味で、いわゆる財源を作ると。それによって、いわゆる困った人をですね、今コロナ禍でいろいろ問題が起こっていることに対する対処を考えると、まあいう意味で言えば、選ぶないうのは緊縮派は選ぶなという言い方、藤井さんはされていました。で、もう一つは改革派。なんか変えるかのように言うてるけども、あんまり変わってへん。まあ私は大阪で管理職人の活動しますけど、大阪は都構想を2回も否決されたのに、いわゆる今度は違うやり方でですね、万博と要するにカジノね、やるって言うてます。そういう問題が争点で、都構想のあれ、区割りの話とかね、統合の話してたわけですけども、まだ違う角度でやるから、なんか変わったことを言うか、積極的にやるかのように見られてますけども、まあ、ここまで言ったら分かりますけど、まあ藤井さんはそういう改革派は良くないと、まあそれ以外から選んだらという言い方をされてました。で、まあ私はちょっと今日本経済新聞というのを見てるんですけども、予想で言えばなんとか自民党が過半数いくかどうかは別にして、まあ公明党なり、そういう改革派の皆さん方とですね、足せば過半数ぐらいいくんちゃうかと。いうふうにされてます。で、まあ、今回の特徴はやっぱしコロナの対策どうするかいうことと、景気をどうするかということと、ありますけど、私はやっぱり労働組合長年やってきた立場から言いますとですね、やはり働いてる人々、それも労働組合があって、正規の労働組合、企業内の組合のことだけ考えてる人ではない。非常に困ってる人っていうのは非正規でいっぱいいますので、そういう人たちの利益、そういう人たちに対してどういうふうに政策を打つか、まあ、最低賃金アップするのももちろんですけども、最低賃金アップしたら中小企業の経営者はそれなりに困るとかありますから、それを政府がどう補填するかとかいう問題も含めてですね、今回の大きな争点になるんじゃないか。本当の意味で言えばね、やはり防衛費は少なくして、で今とりあえず年金とか介護保険料とかどん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 こう上がってます。別の意味で言えばもう自動的に増税してるようなね、形があるわけですから、やはりどの立場で、税金のこと、あるいは要するに新たに財政をね補填する、国債を発行するの使い道をきちっと考える、まあそういう意味で言えばね、やっぱり金持ちの立場ではない。
要するに年間何千万もね取るような人は本来ねもっともっと税金取ったらええというふうに私は思ってます。そういう意味で言えば不労所得を得てる人結構いますんで、そういう人たちも税金取り立ったらいいと思います。それは税収の問題ですね。税収の問題と今の景気をどうするかいうのは国債発行の問題ですから、そのことをきちっと言ってですね、将来の日本どうするか、あるいは将来世界をどうするかっていうのは、気象変動とかね、今回のコロナパンデミックが起こって世界の経済止まるっていうのはありますから、本当の根本的な原因理由をどうするかということで、いろいろ主張している、私から言うとやっぱり野党になると思いますけども、野党も共闘したりする意味で少しいい意味で、選挙としては進んだんではないかと思っているので、そういうことを見ながらですね、藤井さんの基準と一致するところと一致しないところもあるかもしれませんけども、なかなか直接ね、その立候補している人の声を聞くのももう今いろいろあと数日ですからうるさいですけども、そういうことも聞きながら、マスコミの新聞ってのは結構客観的に書いているようで客観的性がないところもありますので、やはり自分で、どういう立場で、立候補されて政策を訴えているかという意味で、労働組合の立場から言えばさっき言いましたように労働者、働いている勤労者、中小企業者、いわゆる弱者、貧困者というとこを代表するような主張されている人にぜひ衆議院選挙で判断願いたいなと思っています。以上でちょっと藤井さんを出しに好きなことを言いましたけども終えておきたいと思います。どうもありがとうございました。